どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は最近僕のツイッターの DM とか、あとコメントでいただいた多かったリクエストがあったので、そのことについてタロットに聞いてみようと思います。最近ね、その神奈川県の異臭問題、これが地震につながるんじゃないかっていう不安の声が結構僕のところにもう7つぐらい DM で入ってきてですね、これはちょっと調べないとなと。でコメント欄にもあったんですけど、皆さんの不安の声に応えまして、今日は神奈川県の異臭問題、地震に関係あるのか調べてみたいと思います。神奈川県の異臭騒ぎ、今問題になってて、地震の来る予兆なのか教えてください。では地震が来るとしたら正位置、地震ではないですよとなれば逆位置でお願いします。あ、地震じゃない、ザワールド、目標をはるかに下回る結果とか、やりすぎによる弊害とか、なんか地震ではない感じですよね。あとは他にはスランプ状態とか、寸止めで肩透かしとかね、そういうような感じの意味なんです。だからね、地震じゃない気がしますね。他にどんな要因があるのか聞いてみましょう。今神奈川県に何が起きているのか、このカードで分かる限り教えていただければ幸いです。ヘキサグラムで出しましょう。過去ね、調べてみましょう。過去、運命の輪、運命の輪っていうことは正位置ですよね。いきなりダイヤルかな。なんでしょうかね。これはね、予測不能な事態を楽しんでるとか、やっぱりな、地震はね、まあ来ないでほしいですけど、なんかいつ来るんだいつ来るんだなんて楽しんでる人も、まあ中にはねいらっしゃいますよね、多分ね。あとはね、思い込みが強すぎるとかね、そういうような意味でもありますよね。だから匂いが発生した時はなんかそうやって何かにこう紐付けて騒いでるような気がしますよね。現在行きましょうか。はい、あ、現在は何も起きないから安心しなさいみたいな感じの、これもねダイヤルかな、女帝が出てきましたね。全然異臭なんだ、じゃああの異臭、でも地震じゃないよね。地震じゃないってことはここで確実な感じがしてきましたよ。次、未来行きましょう。未来どうなるか、神奈川県どうなんだ。ザ・スターの逆位置、これはちょっとね読み方が難しいんですけど、見通しが立たないとか、問題解決の糸口を失うとかね、理想と現実のギャップに直面するとか、なんだろう、異臭問題がしばらくは続くのかな。まあ地震ではないですからね。ガソリンがどうのとかってもなんか言ってますよね。それなのかな。
じゃあちょっとここアドバイス、未来に対してのアドバイスめくりましょう。バンドのページ。なるほど。余計なことを考えるなと。あとは素直に目の前のものだけを受け入れなさいっていうことなので、自信じゃないから大丈夫だよって言ってる感じですよね。じゃあここ行きましょう。周りの心境。キングのカップ、やっぱり不安になってますよね。あとは偏った考えにとらわれるとか、迷いが多いとかね、気持ちがブレブレな方が多そうだな。まあそりゃそうですよね、一周騒ぎねえするぐらいですからね、不安だし落ち着かないですよね。ではここ神奈川県の状況、神奈川県自体はどう思ってるか。ワンドの2、まあワンドの2は自己管理とかね、そういう意味なんですけど、これはね、間もなく次の展開が始まるとか、健康な体っていうキーワードも入ってるっていうことは、まあ、神奈川県自体には異常はなさそうなんだよな。なんか他に何かありそう。なんだろう。結果かな。結果いきましょう。ソードの8、これなんだろうな。このカードは忍耐っていうカードなんですよね。だから何なんだろうな、異臭の原因。いくら逃げても抜け出せないとか、時間だけが過ぎていくとか、不当に拘束される事態とか。だからちょっと当分異臭っていうもの自体は続きそうだなっていう感じですよね。では最後、この異臭問題は結果的に自信へつながるものの匂いなのでしょうか。イエスだったら正位置、ノーだったら逆位置をお願いいたします。ではいきます。正位置だけどなんかね、理由がね違うんですよね。っていうのが、正位置だけど結論が出ないとかなんですよね。自信のせいにする人もいるし、そうでない人もいるし、あやふやになるってことなんですかね。なんかはっきりしないな。ちょっと他にも聞いてみよう。例えばですね、自信の心配することはないという考え方でいいでしょうか。自信はありませんよということでしょうか。とりあえず自信は来ません。よかった。この意味っていうのが地に足をつけるっていうことなので、まあ自信のことはなんか考えなくていいんじゃないっていうような感じに聞こえますね。自信にはつながらないんじゃないかなっていう感じですね、僕のタロットで見たら。どうなのか、僕の感覚ではないんじゃないのっていう感じですけど、でもただただやっぱり異臭はね、そこはすごい気になるところですよね。なので一番は慌てず騒がず
ということなのかなっていう感じですね。ちょっとね、じゃあ何が原因なんだって言われたら、ちょっとね、僕もまだまだ未熟なところがねありますので、じゃあなんだよって言われたら、ちょっとなんだろうなっていう感じなんですけど、自信かどうかっていうのだけはまあお調べいたしましたので、これを参考にしていただけたら嬉しいなと思います。力不足ですいません。ということで、また不安なことがあったら DM とかコメント欄でも大丈夫ですので、ぜひ、コメントお待ちしております。何かこれ調べてほしいとかあればじゃんじゃん言ってください。ということで、また見てください。ありがとうございます。